はい、マイク入ってますね。はい、じゃあ、やらせていただきます。京都マイクロコンピューターの小林と申します。今日はですね、カーネルとはちょっと離れてですね、そのユーザー空間の話になります。ヒープのマロックのとかフリーとか、まあ、こういうところで、まあまあ、あるトラブルがありましたと。でそのトラブルを追いかけるにはどうしたらいいかなというような話になります。で、まあ、このまあ、これは ELC 向けに作った資料なんですけども、 ELC の場合はですね、1週間ぐらい前にスライドを提出しろというのが書いてあってですね、で、まあ、当然1週間ぐらい前だとまだまだ最終版にはなってないんで、まあ、どうしたかっていうと、まあ、結局私は毎回スライドシェアにスライドアップするんで、もうここにじゃあ最終版ここにあるよってもう書いて、で提出したやつは、まあ、表紙にドラフトって書いたやつを出して、まあ、みんなそのリンクを見たらこれでここから最新版をダウンロードしてくれるだろうと、まあ、思って、まあ、こんな風にしてます。今は、まあ、とりあえずピックスして、これは一応使った最新版になっています。まあ、ここにはですね、私のスライド他にもありますので、もし興味ある方も覗いてみてください。で、まあ、一応自己紹介ですけれども、私は、まあ、もうだいぶ長らく20年以上マイコン関連する開発をずっとやってきていまして、まあ、最初の10年ぐらいっていうのはリアルタイム OS、まあ、アイトロンとかですね の仕様にのサブセットをですね、リアルタイム OS を、まあ、自分で作って、まあ、自分のプロジェクトの中で作ってみたりしましたし、あとそれから次の10年ぐらいはですね、組み込み向けの Java バーチャルマシンのこう開発をしていまして、まあ、アプリケーションを作るんじゃなくて、バーチャルマシンの中ですから、バイトコードのインタープリターとか、マーカージベッジコレクターとか、あとジットコンパイラーの試作なんかもやったことがありますし、まあそんな、まあ、結局これに関わったものっていうのが、まあ、メグディミングって携帯電話の中に使われて、まあ、だいぶ世の中で使われることになったわけなんですけど、まあそんなことに関わっていました。でその後はですね、まあ会社も変わりまして、でそこでやったことっていうのは、GCC とか Linux とか QM とか Android とか、そういうオープンソースのものをですね、まあ、ソースを見ていろんなことを調べてとかっていうのをしています。で調べた内容はですね、基本的にブログで公開してますので、まあ、この辺とかを見ていただければ、まあ、あると思いますし、まあ、Twitter 使ってる方はですね、まあ、今日もたくさんツイートしてますので、これよかったらフォローしていただけたらと思います。で今日の話はですね、まあ、序章としてはですね、まず、Heap の、まあ、トラブルシューティングをするためにですね、デバッグ用の、まあ、マロックっていうのを、まあ、自分で、まあ、作るのがいい、まあ、一つの方法としていいんじゃないかという話で、その中としてはですね、じゃあカーネルからメモリを取ってくるのってどんなシステムコールを使えばいいのっていう話と、それからまあその前にですね、そもそもマロック GDBC のマロックっていうのがまあ表示になるわけなんですけど、それもいろいろな、まあ、基本的にマンを見るといっぱい書いてあるんですけども、やっぱり普段使わない便利機能がありますので、それをまあ一通りちょっと紹介してから、で、マロックをフックして引っ掛けたり、あるいは置き換えたりするにはどうしたらいいかということと、それをやった時に私がどんなことにハマったかということをまあご紹介して、でまあ最後にちょっとだけですね、 DL マロックっていうまあ便利なマロックがあるので、まあ、やるときはこれをベースにしたりすると簡単なんじゃないかなという話をしたいと思います。で最初の話ですけど、まずはですね、典型的なヒープメモリーの、まあ、トラブルですけど、まあ、2つあると思っていて、まあ、1つはメモリ破壊ですね。ヒープが壊れて、でその時どういうことが起こるかというと、まあ、セグメンテーションフォルトを起こしてそのプロセスが落ちるわけです。でどこで落ちたのかなって言って、まあ、例えばコアダウンを GDB に壊せてバックトレースを見ると、マロックの中で落ちてます。フリーの中でします。だからこれはマロックのバグですとかっていうふうになることが多いですけど、でも大抵の場合、まあ、99% これはマロックのバグではなくて、誰かがヒープの管理領域を破壊して、で巡り巡って最後にマロックとかフリーの中で起こったっていう、そういう話なんですね。なので結局実際に誰が、実際に破壊したところっていうのを見つけ出さないと、このバグっていうのは結局治らないので、まあ、それをどうするか。あとそれからですね、もう一つはですね、メモリリークですね。要はマロックしたんだけど、どっかフリーしてないところがあると。
でこれっていうのは結構問題で、一見分かりづらいんですよね。だけどだん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 こう使ってるメモリ量が増えてって、で最後にはアウトメモリになっちゃうとか、そういう感じになるわけで、まあ、一瞬短期で動かしてるとなかなか気が付きにくいわけ でこれどうするかっていうと、やっぱり まともに何かログを全部出してそれを付き合わせるかとか、まあ、そんなことをしていく必要があるんで、まあ、それを何かどんなふうにするか、まあ、いずれにせよですね、こういうことをかけていくとですね、やっぱりまあ、マロックフィーそのものにですね、なんか追加のなんかチェックを入れたりだとか、あるいはなんかログを出したりだとか、そういうことがしたくなるだろうなということなわけですね。でその時に、まあ、どんなふうにするか、まず一つ思いつくのはですね、このマロックっていうのをですね、まあ、こんなふうにですね、デファインで、まあ、自分のデバッグ用のマロックに、まあ、こうやってデファインすれば、まあ、ちょっと置き換えるとか、簡単に置き換えることができるなという、まあ、すぐ思いつくことなんですけど、まあでもこれだと実際に自分が作ってる部分のプログラムだったら、まあこれでできるんですけど、まあそれで十分だったら、まあそれで十分まあ便利なわけなんですけど、そのプロセスの中で使っている全部のマロックを引っ掛けようとすると、これじゃ足りないわけなんですよね。まあ、なぜかっていうと、明示的じゃないマロックの呼び出しっていうのがあって、それは例えばですね、まあいろんなライブラリーとかをやっぱり僕たくさん使ってると思うんですけど、そのライブラリの中からやっぱりマロックとかっていうのは使われてるわけですから、まあ、例えばsprintf を使ったらsprintf の中からマロックが呼ばれるパターンっていうのがあるわけです。でそういうのはさっきの方法じゃ引っ掛けられないし、それから C++ を使って書いてると、ニュー演算子の中では結局ネグネグってそれっていうのはマロックを呼ぶわけなんですけど、まあ、それも表面的にはさっきのようなデファインでは抑えることができないと。でじゃあですね、じゃあ GDFC の中にある、まあ、いわゆる GDFC 転送ダイナミックリンクライブラリの中にあるそのマロックのところの関数がどっかにあるわけですから、そこをもう直接書き換えちゃえっていうのも、まあ、なくはないかもしれないんですけど、この要はだから GDFC のソースパッケージっていうのを持ってきて、ビルドして、で自分でちょっと修正を加えて再ビルドしてそれに置き換えるっていうことを、まあ、すればいいわけですけども、GDFC って結構いろんな普及があって、スレッドもそうだし、あとなんか言語対応、ロケール対応とか、実はものすごいいろんなライブラリが集まっていて、一回リビットするだけでも実は結構大変なんですよね。でさらにですね、これなんか自分で書き換えて置き換えるとすると、システム全体が影響を受けるわけですから、もしかしたらなんかちょろっとバグが入って、ね、そうすると起動すらしなくなるとか、要するに別の問題が起こって、で何を追っかけてるか分かんないという状況にもなりかねないので、まあ、大げさな割には大変なんで、あんまりこれはお勧めしなくて、じゃあどうするかっていうと、まあ、私がやったのはマロックだけをのライブラリを作って、でそれを置き換えるような感じにすると。でそうすると、まあ、それを置き換えるときにはいろいろ途中で変更するわけですけども、まあ、マロックフリーとかのところだけですから、まあ、簡単に書き換えて置き換えることもできるわけですし、まあ、システム全体ではなくて今追っかけている問題にしているデバッグ対象のプロセスだけこれに置き換えてやればいいわけですから、まあ全然一番自分の追いたくないところで起動しなくなったりとか、まあ、そんなことは一応防げるんじゃないかなと。でこれをするためにですね、まあ多分必要な前提知識というのがあるのは、じゃあユーザースペースにどういうシステムコールを読んだらカーネルからメモリをもらえるかということですね。で、そうですね、そのためにはですね、大きくですね、2つのファミリーがあって、まあブレイクとか S ブレイクとかっていうのと、それから Mmap の、まあ、シリーズがあります。でブレイク S ブレイクはですね、これは、まあ実は紐解いていくと、もうずっと昔からあるんですよね。もう古代のユニックスからあると。でこれは今のような仮想メモリシステムが入ってくる前から多分存在したんじゃないかと思います。でマニュアルを見るとですね、で実際そうか、マニュアルを見るとこのブレイク S ブレイクの説明っていうのは Extends Data Segment っていうふうに書いてあるんですね。でそれデータセグメントとかって具体的には何っていうのは、次のページの図で、まあ、説明します。で実際にですね、標準のマロックライブラリー、まあ、GDFC の中に入っているマロックなんかっていうのも、これらのこのシステムコールを使ってヒープ領域を確保しています。まあ、逆に言うとですね、それプロセスの中でヒープ領域っていうのは一応一箇所なので、もしもですね、
自分で作る自分用のこのマロックのライブラリっていうのがこの標準のライブラリを完全に置き換えてしまうならば問題なんですけども、標準のライブラリと一緒に使おうかと思った時にはこのブレイクエスブレイクを使うといわゆる領域が混ぜこぜになる可能性があるわけなんで、これは使わない方がいいと。で代わりに使うのはさっきの話ですね、これは、ブレイクエスブレイクエクステンデーターセグメントっていうのは具体的にどういうことかっていうことなんですけど、これはですね、まあ古いまあ単純化のためにですね、昔のミックスのメモリーマップっていうのはこんな感じだったよっていうことなんですが、まあこの部分テキストデータ BSS っていうこれが結局プログラムがロードされて、でこの部分テキストはまあリードオンリーですけど、このデータと、まあ、BSS っていうのはまあリードライトで可能になってます。で BSS っていうのはまあゼロクリアされてるわけなんですね。でヒープっていうのは実はこの BSS の一番最後っていうのがエンドっていうシンボルがついてるんですけど、でこっから後ろの部分っていうのがヒープになっていて、でまあ当然初期状態ではこのヒープのサイズっていうのは基本的にゼロなわけなんです。ゼロだからここのとこぴったりない状態ですよね。でブレイクとかを呼ぶことによってこのポインターが後ろにずれてって、ずれたここの部分がヒープ領域として使われるっていうのが、まあ、昔ながらのこのやり方なんですよね。まあ、でちなみにスタック領域はここでは別のところにあって、でスタックポインターっていうのは、まあ、後ろからこんな風になんか使っていくと後ろからこう前の方に向かって、まあ、成長していくような感じになるわけです。でヒープは前から後ろに向かって、まあ、成長していくと。で、まあ、これはなぜか古いユニックスでっていうふうに言ったのはですね、まあ、最近のユニックスだともうちょっと複雑になっていて、まあ、そもそもダイナミックリンクライブラリーがいっぱいあるわけだから、こういう単純なものではなくてもっとライブラリーごとにいっぱいメモリーがあるとか、それから、最近の OS だと基本的にこのヒープ領域ってのはこの後ろにくっついてるわけではなくて、セキュリティのことを考えてですね、アドレスのランダム化っていうのが行われています。なのでランダム化を行うためにこのヒープ化の開始領域とかっていうのは毎回毎回変わるので、この BSS の後ろにくっついてるわけではなくて、まあ毎回変わる。でその次はこんな感じですね。これが、具体的に言うとですね、このキャットプロックセルフマップスっていうコマンドを押すとですね、そのキャットコマンド自身のプロセスのメモリーマップが見れるんで、まあ典型的なメモリーマップはこんな感じですよということでこれで出してやります。ちょっと違う小さいですけど、その中でのヒープ領域っていうのはここの部分なんですよね。でこの辺、ここ多分実行可能だからここがテキストで、ここはリードオンリーで、まあ、リードライトでっていう感じになってますけど、でこの部分っていうのは、ちょっとアドレス離れてますから、この後ろにぴったりくっついてる、さっきの図とはまたやっぱちょっと違うわけですね。でランダム化されてるんで、これは多分実行するたびごとにこの辺のアドレスとか、あとスタックのアドレスなんかっていうのも微妙に変わっていきます。で、まあ、さっきはこれ辺だけ書いてあったんですけども、実際にはダイナミックリンクするので、まあ、ダイナミックリンクライブラリがこんな風で、まあ、キャットコマンドだけでもこんな風な感じになってるっていうところですね。で今度 M マップですけど、これは割と、まあ、S ブレイクに比べたら新しいシステムコールで、まあ、仮想メモリーがですね、ファイルとメモリーを統一的に扱うという結構大きな変更があって、で、まあ、その時に、まあ、入ってきた、まあ、システムコールではないかと思います。で、ウェブマップはですね、やっぱり調べるといっぱいいろいろ面白いことがあって、まあ、前にもですね、M マップに関する話はしたと思うんですけども、これ使い方によっていろいろ面白いことができると。まあ、今日はですね、単純にメモリーをアロケートするだけの話ですけど、で、GDBC もですね、さっき、S ブレイクを使ってメモリ領域を確保してるよっていう話をしたんですけども、まあ、それはまあ、メインのしての領域だけでですね、時々ですね、でかいサイズのマロックの要求があるとですね、その時っていうのはこの M マップを使ってその領域を取ってで解析をしています。でデフォルトでやるとですね、その式位置っていうのが 128KB で、 128KB 以上のでかいマロックが要求されると、まあ、そのライブラリっていうのはこの関数、このシステムコールを使って領域を取ってっていうことをすると。で、まあ、なんで、まあ、これはですね、割と自由に使えるシステムコールですから、もし自分でマロックのライブラリを作るときにはこのシステムコールを使ってメモリを確保すればいいということになります。で次は簡単な
まあ、使い方なんですけど、まあ、こんな風にすると、任意のあるサイズ の、 あの領域を取ることができます。ここですね、ここにあの欲しいサイズを指定すればよくて、あとこれは、まあ、その領域が、まあ、基本的には普通にイドライトにしておけばいいから、これはこの通りにすればいいと思いますし、でこれもそのプロセスだけで使うメモリなので、まあ、プライベートの指定をしておけばいいと。でここ本来この第一引数っていうのはアドレスを指定するんですけども、まあ、なるを入れておけばですね、あのカーネルがですね、自動的に空いているアドレスを拾ってまたやってくれるので、まあ、これが楽だと。まあ、要はですね、これマロックっていう関数をですね、来たらですね、具体的にこれをもし呼んだとすると、まあ、最も単純な、まあ、単純で簡単なマロックがまあ出来上がってですね、フリーの時にはその領域を M アンマークすればいいっていうことになるわけなんですけど、まあ、でも実際にはそれでやるととても遅くなるので、もうちょっと工夫がいるわけなんですが。でついでの話なんですけど、これはシステムコールではないんですが、まあ、調べるついでにこのアロック A というのが出てきたんで、ちょっとだけ説明しておきます。まあ、カッコ3ですから、これシステムコールではなくてライブラリですね。で、これはですね、ヒープの領域ではなくてですね、このスタックの領域からメモリを取るっていうのが、ちょっと違うところなんですね。で、このアロック A の A っていうのは多分オーズマチカルの A だと思うんですけど、これはですね、このアロック A で取った領域っていうのは、その呼び出したところの関数っていうのから抜けたときにですね、自動的にフリーされるわけなんですよね。で、この振る舞いっていうのは、基本的にその、C でいうところ、ローカル変数の、まあ、有効範囲と同じなわけで、まあ、実際に、ローカル変数と同じようなメモリの取られ方をすると。まあ、ただ違うのは、まあ、ローカル変数の場合だったら、要するに、コンパイルするときに大体サイズが決まるのが普通なんですけども、まあ、アロック A の場合だったら、実行時にサイズを決めることができるわけなんで、そこがまあ違うかなということになります。で、これはですね、あと、まあ、マシンとかコンパイラーにデペンドの部分があるんで、まあ、全てのシステムで使えるわけではないですけども、まあ、基本的に、まあ、メジャーな、まあ、リラックスの上だとすると、まあ、大体使うことができるかなというふうに思います。で、あとそれから、まあ、スタックの中にですね、こう取るわけなんで、まあ、もしですね、マルチスレッドで使っていて、で、もしかしたら、その時っていうのはですね、スタックのサイズっていうのを、標準よりも小さく設定したりすることがあるかもしれません。一応、pthレッドだとですね、何も指定しないとですね、スタックサイズってどうやら8メガバイトぐらいなんですけど、まあ、8メガバイトって組み込み考えるとなんか、こんなにたくさんメモ取っているのかって感じですが、まあ、もしそれを減らしてある場合だとか、あるいはそのマルチスレッドの場合っていうのは、そのスタックのサイズっていうのは自動的に増えていったりはしないので、結局スタックを大量に使う時っていうのは、この R6A の仕様っていうのはちょっと注意しなきゃいけないなっていうことになります。で、次はですね、 GDBC にこんな機能がありますよっていう紹介ですね。で、マルオプト、これは GDBC の、まあ、コンフィグを変えられる、まあ、チューニングノブだという感じですね。例えばですね、さっきも紹介しましたけど、このメモリ領域を S ブレイクで取っていくのか、それとも M マップに取っていくかなとかっていうところ の、 スレッシュホールドが、まあ、さっきはデフォルトで 128KB だっていうふうに言いましたけれども、それここなんで、この項目の値っていうのを、まあ、これを使って設定を変更すると、まあ、実行中にそれを変えることができますし、あと、まあ、この辺のところっていうのが、もしかして、まあ、変更したら面白いかもしれないところなので、まあ、詳しくはマニュアルを見てください。あとそれから、マロックスタッツっていうのがあって、これ統計情報をですね、簡単に出すことができます。で、呼び出すときはですね、こんな風にもう引数もなしで、でボイドなんで、要はどっか気になるところで一発これを呼べばいいんですね。そうするとスタンダードエラーに、まあ、こういう感じの情報が出てきますんで、まあ、気になるときに、まあ、これを表示すると、まあ、ここからここまででどれぐらいこの数値が変わったかとか、そういった感じのことを、まあ、簡単に、まあ、追加することで見ることができると。で、次はですね、マロックユーザブルサイズという、これはちょっと便利な関数だと思うんですけれども、この、ポインターから、このポインターを指しているところの、まあ、サイズが分かるわけなんです。
ですね、まあ、正確にはまあ使うことができるサイズですのなんで、そのマロックで指定したサイズとちょっと違うんですけれども、まあね、マロックの時に指定したサイズよりちょっとだけ大きくなります。というのは、まあ、ヒープの管理の都合上ですね、まあ、次 の, あのデータというのは大体なんかあのアライメントを合わせたって8バイトアライメントを合わせるんで、そうするとちょっとだけ隙間が出ることがあるんですね。でその隙間の分も合わせて出してくれるんで、まあ、あのマロックの時に指定した値でもちょっとだけ大きな値が変えることがある。でこれどういう時に便利かというとですね、そのあのだいたいヒープをどれぐらい使ってるのかなっていうのをですね、このあのマロックでそのサイズを足し算して、でフリーの時に引き算したいなって思うことがあると思うんですけども、よく考えるとフリーの時ってアドレスしかわからないんで、これでどれぐらいサイズ、これでサイズがフリーされたのかっていうのをまともにやるとすると、そのアドレスを覚えておいて、そのマロックの時のサイズとなんかあのハッシュテーブルなんかを作ってみたいな、ちょっと結構な騒ぎになっちゃうんですけども、実はこの関数を使うとですね、フリーの時に来たポインターをこのサイズ、まあ、こう渡すとですね、これでサイズがわかるんで、そのサイズを単にディクリエイントしておけばいいっていうことなんで、まあ、あのその時に、まあ、いわゆる類型の、まあ、使用量っていうのを、まあ、計算する時に簡単に使うことができるかなと思います。私もこれ調べるまでこういう関数が知らなかったんで、これをまあ、やろうとする時にはですね、結局マロックのところでどっか自分の領域にそのアドレスとサイズの、まあ、あの組み合わせをどっかに覚えておいてみたいなデータ構造を作るのはこれはとても面倒だなと思ったんですけど、これを使えば、まあ、簡単だと。あとそれからマロックチェック、これは環境変数なんですけども、この環境変数にある値を入れておくことで、あのマロッ GDBC のマロックの中に内蔵されているあのチェックを、追加のチェックを有効にすることができます。でこれが、まあ、ゼロの時には、まあ、何もチェックをしないんですね。なのでチェックをしないのでオーバーヘッドもありません。で1にするとですね、チェックが追加されて、それでなんかそのチェックで何か引っかかった時にはですね、エラーメッセージが、まあ、出ます。でその後一応処理は続行です。で2の場合はチェックして引っかかったらもうその場でアボートするっていう感じになります。なので、まあ、これもですね、自分で作ることなく、まあ、とりあえずまずはこの環境変数をセットすることによって、まあ、ちょっと追加できるか、まあ、これによって二重にフリーしてる時とかっていうのは割とこれで検出できるようになっているそうです。では次、マロックフック、GDBC の中にはですね、実はやっぱり同じ、まあ、同じ関係人がですね、マロックの中で、やっぱりフックしてで使いたいっていうことがあって、あのもうこういう名前をですね、関数ポインターがすでに用意されていて、でこの関数ポインターがなるじゃなかったらこっち側を呼び出すというそういう仕組みが入っています。ただで、まあ、詳しくはですね、マロックフックっていうのをやるとですね、まあ、説明が出てきます。でこれもでも実はちょっと一悶着ありますので、もうまた後でもう一回説明します。で M トレース、これはですね、簡単にロギングする仕組みですね。まあ、GDBC の中に既に入っているので、まあ、これで十分ならばこれを使えばよくて、まあ、詳しくはですね、M トレースってやると、これはライブラリーコールとしての M トレースが の説明があって、で、これを使うとですね、結局、ログを、マロックとフリーのところでログを取ることができるわけなんですけども、そのログを突き合わせてですね、実はメモリーリークがないかどうかっていうのを簡単にチェックできるコマンドがあります。まあ、実際はパールスクリプトなんですけど、で、これはですね、コマンドなんで、で、同じ名前なんで、マン1 M トレースってやると、そっちのコマンドの方の説明を見ることができます。で、これはですね、実際、このロゴを出すときにどうするかっていうとですね、さっき説明したですね、マロックフックっていうのを使ってですね、ロゴを出す用の関数に飛ばしてるっていうことをしてるんですよね。で、これよく見ると中を、GDBC のサスポースの中をよく見たんですけれども、これどう見てもですね、スレッドセーフじゃないんですよね。なので、シングルスレッドの場合は別にこれでいいと思うんですけど、マルチスレッドで使ってると、これ多分ログが出てこないパターンが絶対あるに違いないというふうに思っています。これももうちょっと関連するので、また後で説明します。で、じゃあ、フックとリプレイスの仕方ということなんですけど、大きく分けてですね、2つの方法があると思います。フックをするのに。
LD プレロードと、まあ、DL 仕組み、要はダイナミックリンクライブラリーの仕組みを使って置き換えるという方法ですね。これはだからマロックだけのものではなくて、あの基本的にあのダイナミックリンクしているライブラリーだったら全ての関数について同様の手順で、まあ、置き換えることが、まあ、できます。でマロックフック、さっき説明しましたけど、これは GDBC の中のマロックの中にこういう仕組みがあるんで、まあ、これを使って、まあ、あの置き換えようという話ですね。まあ、いずれにせよこれを使えばですね、まあ、あの GDBC そのものを変更せずに、まあ、追加であの自分のライブラリをなんかあのフックすることが、まあ、できるようになっていると。で LD プレロードを使う方法ですけれども、これはダイナミックリンクの、まあ、仕組みを使っているので、まあ大抵の場合は今 Linux で動かすときはダイナミックリンクすると思うから大丈夫だと思うんですけど、まあ、もしスタティックリンクする場合というのはこれが使えないということになります。で、まあ、使い方はですね、単純でですね、マロックを含んだダイナミックリンクライブラリをまず作ります。で作ったらですね、その、プロセスを起動する前にですね、あの環境変数として LD プレロードイコールそのライブラリの名前を、まあフルパスか、あるいは、相対カレントディレクトリから相対パスで、まあ、書いておけば、まあ、いいということですね。なのであのライブラリを作って起動するときにちょっと細工するということだけで置き換えることができるということです。で、まあ、そうすることによって、GDBC のマロックよりも優先してこの LD プレロードで指定したライブラリの方のマロックが、まあ、使われることになると。でさらにですね、そのマロックの中からこの GDBC のマロックを呼び出したいという時もありますね。要はフックしてログだけ出してまた元の GDBC を呼びたいという時も、GDBC のマロックのアドレスっていうのを DLSIM っていうあの機能を使って、分かりますので、そしたらその関数ポインターを使って呼び出せばいい、まあ、次のページ2があります。まあ、普通の、呼び出しっていうのはこういう感じになります。まあ、あの実行ファイルとかライブラリーから、まあまあ、マロックを呼んでいると。でそれをですね、こういう感じにしてあの作った、自分で作ったライブラリの中に入っているマロックっていうのを LD プレロードで、まあ、先に読み込ませると。そうするとこっちからマロックを呼び出したときにそのシンボルの解決というのはこちらの方を呼び出すようにあのアドレスがつながるようになります。でこの中で、まあ、ログを出したり、あるいはなんかサイズを記録したりすればよくて、でこの中で全部マロックを閉じてしまえばこれで済むんですけど、ここからこっちのマロックをやっぱり呼び出したいなっていう時にはですね、この、DLSIM の中のこの RTLDNEXT っていう引数をつけてこのマロックの関数のアドレスを作成ってやると、こっちの方のアドレスが分かりますので、そしたらこの関数ポインターを使って、まあ、呼んでやれば、まあ、フックすることができるということになります。でこれはまあ最小限のサンプルですね。まあまあ、最初にあのこの DLSIM を使ってあの GDBC の中のこの、まあ、カロックだとかマロックだとかリアロックだとかメムアラインだとかフリーだとかっていうののアドレスを全部まあ調べて、あの関数ポインターの変数にまあ入れておくと。で自分のマロックの中では、まあ単純に言うと、まあ、ここに来た時にはじゃあ、まあ、もし何もしなかったとすると、単純にここから一旦ここに来て GDBC のマロックを呼びたかったらこんな風に関数ポインターで呼び出せば、まあ、いいということになるわけです。で、まあ、実際にはこれやったらですね、この辺にあのプリント F とかでログ出したいんですよね。でそこでハマったのがこれ一つなんですけど、プリント F で、まあ、簡単にログを出そうとすると。でそうするとですね、あの、いきなり動かなくなって、で、落ちたところで、そのバックトレースを見てみると、結局、マロックだったかフリーだったかが、あの、リカーシブコールで無限リカーシブになっているたびに、なんか起こったということがあります。要はですね、プリント F の中からマロックフリー使ってるんですね。なので、そうすると、あの、入れ子になってしまう。これは困ったな、ということで。で、じゃあもうログをプリント F を一切使わないで自分でライトシステムコールとかだけ使ってやれば、まあ、それでもそれも一応一つの選択肢ではあるんですけども、そんなに気を使ってプログラムはするのは嫌だと。で、まあ、私が取った方法っていうのはこういうことをやりました。そのマロックの中からやっぱりプリント F の中からマロックが呼ばれてしまうわけなんですけども、そこをですね、このこいつを呼ぶ前後でですね、この変数を1個用意して、ノーフックっていう変数を用意して、ノーフック1と0で囲みました。
で、ここの中で、プリント F の中で、今度は中でマロックが呼ばれてくるわけと、ここに来るわけなんですけども、今度はこの時に呼ばれてきたものがノーフックが1になったわけだから、そしたら、じゃあそれはまあそのまま普通にマロックを呼んで、そのすぐに帰る。で、そうすることによって、まあ、解決はしました。ただし、これって、マルチスレッドのことを考えると、これはうまくいかないんですが、で、その時の単純な解決方法っていうのは、この変数をですね、スレッドローカルにしとけば、マルチスレッドでも大丈夫。これ簡単ですね。なんか変なロックとか書いてある。これを、で、しかも GCC の拡張を使うとですね、簡単にですね、これ、ただ、アンダーバー、アンダーバースレッドって書くだけで、この変数っていうのが、スレッドローカルステージと扱ってくれるので、なんかとても簡単にやることができると。で、次2番目、でうまくいったと思ってたんですけど、で、うまくできたと思ってたんですが、まあ、実際に使うプログラムのスレッドの環境っていうのは、まあ、マルチスレッドなんで、そのライブラリーを p スレッドっていう、これをつけてビルドして、でやってみたら全然動かなくなって、かなり最初の方でまたクラッシュするようになってしまったと。なんでだなって調べていくとですね、どうやらですね、この最初に DLSIM を呼んでアドレス、各マロックとかとカロックだとかのアドレスを調べるんですけども、この DLSIM の中でカロックが使われてるんですね。これはなぜか不思議で、まあちょっと LD ダイナミックリンカーのソースを見れば分かると思うんですけど、マルチスレッドじゃないときには別にこれ呼ばれないんですけど、マルチスレッドのモードでコンパイルすると中でカロックが呼ばれるんですね。で、そうするとですね、カロックっていうのは、まあ、今のやつだと DLSIM を使うようにできてて、でも DLSIM はカロックが必要だっていう、こういう状態のなんか依存関係になってしまってるので、こうやってそれで、まあ、おかしくなっちゃってると。で、まあしょうがないんでですね、まあ、どうしたかというとですね、これが起こるのは一番最初だけなんで、一番最初に使う言われるカロックのサイズっていうのは調べてみるとですね、そんな大きなサイズではないと、まあ、4キロバイト未満なんですね。なので、まあ、そのサイズのメモリー領域をもうどっか一応1個だけ置いといて、でそれを返すスペシャルな、まあ、カロックっていうのを用意しておいて、で最初の時だけ、まあ、それを使うっていうふうにします。こうするとこんな感じですね。でカロックの中で、まあ、これを呼びたいわけなんですけども、でも初期化が済んでない状態だとこのカロック P っていう変数がナルになったわけですね、まあ、その状態で呼ばれたってことは、これは多分すなわちこれは DLSIM の中で呼ばれた時のパターンなんですけど、その時には、まあ、もう決まった領域を返すっていうマイカロックとかっていうのを作っておいて、まあ、そうすることによって、まあ、この問題を解決しました。でその次、もう一つの方法ですね、そのダイナミックリンカーの仕組みを使うのではなくて、マロックフックというの変数を使って、まあ、やるときの場合なんですけども、この関数ポインターっていうのは、まあ、こんなふうな型のものに、まあ、なっています。で、引数がなんか増えてますけど、これは何かっていうとですね、これコーラーという呼んだ関数のこれは戻り番地を得て、でそれを引数に渡してやるわけです。でこれ戻り番地を得るっていうのは GCC だと、簡単に組み込み関数がありますので、まあ、それを、まあ、GLIBC のソースを見ながらそれを真似して、まあ やれば、まあ、別にこれ作るのは呼ばれる方なわけだから、まあ、そういうものが来ると思って、まあ、入れば。でこれが通常の、まあ、さっきと同じように通常のマロックが呼ばれる状態で、フックしたらどうなるかというとこうなります。一旦は GLIBC の中のマロックが呼ばれて、でその中でこの変数を参照すると、まあ、こんな感じですね。簡略化するとこの変数マロックフックという、まあ、グローバル変数の関数ポインターの値を見て、それがナルポインターじゃない場合っていうのは、まあ、そいつを呼び出して終わると。まあ、ちなみにこれがさっきのコーラーですね。コーラーを取るにはまあこのマクロで取る。でそうすることによって、まあ、こっち側が呼び出されるということになるわけです。で問題なのはですね、このマロックフック のマニュアルのところにも書いてあるサンプルのプログラムを実はこれ引っ張ってきたんですけども、こんな風にしろと書いてあるんですよね。一旦ここの中に飛んできたらですね、マロックフックに元に戻して、でマロックを呼んで、でマロックのこの辺の中では、
プリント F の中で丸っこが呼ばれることもあるから、まあ、こういうふうにしといて、で終わったら最後にまた元に戻すけみたいなことをしてるわけなんですが、これってあの、まあ、シングルスレッドだったらいいけど、マルチスレッドの場合だったら、このこれを元のやつに戻した状態でスレッドが切り替わって、でそいつが丸っこ呼んだら、それはもう元に戻しちゃってるわけですから、ここには来ないんですよね。なのであのマルチスレッドの場合っていうのはこれうまく動かないかなと。さっき言ったあの M トレースの件も結局これと全く同じようなコーディングがされていたので、そうするとマルチスレッドの状態だったら M トレースでログを取ろうとしても、まあ、絶対抜ける時があるんだろうなというふうに思いました。要は問題はですね、このマルチフックっていうのはグローバル変数なんですけども、スレッドをマルチスレッドの時にですね、全然なんかこう配列制御とかされてないんですよね。で最初はですね、まあ、これを見たときにですね、じゃあここであのミューテックスロックして、でここでミューテックスアンロックすればいいんじゃんって軽く考えたんですけども、でもよくよく考えてこれではうまくいかないですね。なぜならばここで、ま、ロックしてこれ解除したとしても、実はスレッドは切り替わって、呼ぶときっていうのはこれですね、ここの部分、この部分っていうのはこの GLIBC の中のソースなんですけども、ここの部分では何のロックもなしにいきなりこれを呼んでこれを使うわけですよ。だからさっき要するにさっきの部分だけロックしても片手をして、こっちもロックしなきゃ絶対にいけないわけ でこれをロックしようとしたらこれは GLIBC の中書き換えなきゃいけないわけですから、これは追うことになるということなんですね。なのでまあこれって結局スレッドセーフじゃないなと。でよくよく考えるとですね、あのこれってあのこのグローバル変数を使ってですねコンパイルするとですね、実は GCC のレベルでウォーニングが出るんですね。これはあのディプレイケーティのやつを使ってるぞと。で実際あのソースを見てもですね、この関数っていうのはディプリケーティっていうなんかアトリビュートがついてるんですね。ディプリケートって言ったらもう古いから使うなとっていう意味合いなわけなんですけど、やっぱそれっていうのは調べてみると、やっぱりスレッドセーフじゃないということなん でスレッドセーフじゃないから、まあ、うまくいかないんで、もうそのうち消すかもっていう感じになってるわけなんですね。でまあ、あの実行時にですねこれを書き換えることっていうのは、さっき言ったような説明の通りスレッドセーフじゃないわけなんですけど、まあじゃあでもしょうがないんでですね、最初に1回だけ切り替えて、その後はまあもういいじゃないということにすれば、まあとりあえず使い物にはなるだろうとということなんで、まあそういうことは最初に1回だけセットして、その後はもうその変数は触らないということにすれば、まあフックしてまた元に戻すことができないわけですけども、とりあえず自分のマロックの中に入っていくことができると。で戻せないわけですから、もう二度と GLIBC のマロックの本体を呼び返すことはできないわけなんですけども、まあそういう時にはですね、じゃあもう別の自分でマロック本体をまあ実装するべきなんですけど、まあ、探してみるとですね、DL マロックっていうソースがですね、まあ、ネットには転がっていて、しかもですがちょうどよくて、しかもですね GLIBC のマロックっていうのはこれをベースにしてるので、もうほぼ構造的には同じような感じなんですね。なので、まあ、これを使う時にはですね、まあ、GLIBC のマロックを呼び返すんじゃなくて DL マロックをリンクして、で、まあ、それを使うようにして置き換えてしまうっていうことをすれば、まあ、とりあえず、まあ、この方式でもやることができる。でどっちを使うかっていう話ですけど、まあ今言ったようにマロックを完全に置き換えてしまうっていう感じであれば、とりあえずアンダーこのマロックフックっていうのを使うことができます。気をつけて、まあ、ただしこれってやっぱりデプリケートってなってるわけですから、まあ、そのうち将来のバージョンでは消えるかもしれないとかも入れられてるわけですから、まあ、そういうことの覚悟の上で使うと、まあ、どっちかといえばやっぱりこの LD プレロードとかこのダイナミックリンカーの仕組みを使う方が、まあ汎用的で、まあ、こちらを使うことをお勧めします。でもう一つの落とし穴なんですけど、まあ、大体動いたなと、まあ、結局こういうデバッグ用 のマロックを使って、いろいろテストプログラムを食わせてみて、まあ、そこそこ、まあ、ちゃんとそのこのデバッグマロック自身にバグがないということでやっぱり確認しないと何のデバッグしているのか分からなくなりますから、まあ、そうやってたんですけども、でもですね、あるゲームアプリをこのデバッグマロックをかませて動かしたらですね、セグメンテーションフォルトを起こしたんですよ。あのナルポインター付近で。で、これを挟まないと別に普通に動いているので、結局そうすると、じゃあやっぱりこれを私のマロックを挟むと動かなくなるわけですから、やっぱり私のマロックのバグだということになるわけなんですが、
で、いろいろ調べました。で、最初はですね、私のマロックはですね、実はメモリーを普通よりもたくさん食うような仕組みになっているので、最初はアウトメモリーになって、で、マロックがナルポインターを返して、そのためにあのナルポインターアクセスしてるのかなと思ってたんですけども、でそういう目でいろいろログを取ったりして調べたんですけども、やっぱそういうことは起こってないみたいだと。メモリーは十分あると。で、何かなって結局いろいろ調べてって、で、最終的にはですね、まあ、マニュアルをもう一回読み返すときにふっと気が付いたんですけど、この、マロックでサイズが0の時の振る舞いっていうのはどういうことか。私は、マロックで0サイズだったら、もう、ナルを返すもんだと思い込んでいました。なので、何の疑問もなくこう実装していました。だけども、よくよく、マンマロックの中を見てみるとですね、もし、マロックのサイズが0の場合だったら、マロックは、ナルを返すか、または、この後でフリーすることができるユニークなポインターを返せと書いてあるんですよね。で、そう思って、じゃあ glibc ではどうなってるのかなっていう動きを見てみるとですね、glibc はですね、この後者の方の動きをするんですよ。だから0を、マロックで0を返しても何らかのどっかの指すポインターが返ってきて、で、そのポインター、さらにそのポインターをですね、さっきのユーザブルサイズで調べるとですね、24バイトくらい返ってくるんで、だからサイズマロックスで0を指定したとしても実質的には24バイトくらい使えるメモリーが返ってくるということなんですね。で、さらにそれをそういう目でいろいろ調べていくとですね、さっきのゲームアプリっていうのはですね、実際にですね、マロック0でコールする部分があるんですよ。で、コールして、で、何かしらポインターが返ってきて、そのポインターがどうなってるか全く調べずにそのまま使ってるんですよ。なので、私がのマロックだと、その時にナルが返ってくるわけだから、ナルポインターエクセプションが、まあ、ナルポインターアクセスして、セグメンテーションモードで落ちてしまうわけなんですけど、通常だったら、この部分が、なぜか24バイトくらい使えるようなアドレスが返ってきてるわけだから、何事もなく使えてしまうという、まあ、結局これ、この辺のバグだと思うんですけど、でも、単純ではなくて、これ、ゲームアプリそのもののバグではなくて、ゲームアプリが使っている、3D のライブラリだとか、その下の描画ライブラリとか、まあ、結構階層が深くて、で、その部分っていうのはソースがある場所ではないので、ちょっと、まあ、本質はないで追っかけなかったんですけども、単純なアプリレベルではなくて、ライブラリのどっかがこういう振る舞いをしているらしいということまで、なんか分かりました。結局だから、問題が顕在化しないから、気がつかないまま、そのライブラリが動き続けているという感じだと思うんですよね。で、結局、まあ、そうこうするうちに、私のライブラリをですね、こういうふうに、サイズが0の時の振る舞いっていうのを GDBC のマロックと同じになるように、まあ、変えました。そしたら、このゲームアプリちゃんと動くようになりました。こういうことなんで、結局、まあ、ハマって、意外にこれの問題の解決するのはそれなりにやっぱ半日ぐらいするので、まあ、なんか、いや、こういうことも、ノウハウとして役に立てばいいかなと思います。で、あと、最後に DL マロックの紹介なんですけども、さっき出てきた、マロックを、まあ、自前で実装するときに、まあ、自分でゼロからやるんじゃなくて、まあ、これを使ったら、まあ、楽ですよって話で、これ、ラグリーさんっていう、実は結構有名な方ですよね。Java のスレッドのあたりの、まあ、設計とかして、本も書いたりもしてますし、まあ、いろんなことをしてる方なんですけれども、この方が、作ってメンテナンスしているマロックのライブラリー でソースは、ここのところの URL に行くとダウンロードすることができます。で、ファイルが1個の maroc10c っていうファイルになっているので、簡単にコンパイルして、まあ、使うことができるようになっています。で、いろいろやっぱり工夫がされていてですね、その関数もですね、まあ、マロックとかフリーとかっていう名前そのものだと標準のライブラリーと一緒に使おうとしたら名前がぶつかりますよね。でもそれをですね、use DL prefix ってこういうデファインつけるとですね、頭に DL ってつくんで、この中にある、この中の、マロックは全部 DL マロックとか DL フリーという名前で、まあ、参照できるようになるとか、結構便利です。あと、デフォルトではですね、スレッドのロックをかけないんですけども、この、use lock イコール1っていうデバインをすると中で、まあ、mutex ロックを使って、まあ、ロックしてくれるので、まあ、スレッドセーフになると。で、まあ、実際に glibc っていうのはこれを dl マロックを、まあ、ベースにして、まあ、できているので非常に、まあ、似通った振る舞いをするということですね。で、さらにですね、この便利だなと思う機能を紹介するんですけど、この m スペースっていう機能がですね dl マロックの中にあります。これはですね、このヒープとしてのですね、領域をですね、いくつか分割して複数持つことができるということなんですね。
なので、結局何が問題かっていうと、さっき最初説明した紹介した通り、こう誰かがヒープを壊してる、誰だよって言った場合にですね、結局問題はですね、ヒープっていう領域がそのプロセスでこう全部一緒になってるから、結局誰が壊したか分かんないみたいな。でそれがある機能ごとに分割することができれば、そしたらその壊れた時にその壊れたヒープを使ってるやつの関係者が怪しくて、そうじゃない人はおそらく白だろうというふうにこの切り分けすることができますよね。それになんかこれは使えるんじゃないかなというふうに思いました。それをちょっと図で説明するとこんな感じになります。まあこれプロセスが違いは別ですけど、この一つ同じプロセスの中に実は結構でかいことをするプログラムがあって、まあ、その部分に、まあ、UI の部分があったり、グラフィックスの部分があったり、データベースの部分があったり、いっぱいいろんなものが入っている巨大なプロセスがあったとします。まあ、だから巨大なプロセスでそういう問題を起こして追っかけてたわけなんですけど、結局問題はですね、マルクって全部同じところをアクセスするわけですから、このうちの誰かがなんかオーバーランして壊したとしても、すぐにはそれがわからないというところが問題なんですね。結局このうちのどれが問題なのかって切り分けて、お前調べろってことが言いたいわけなんですけど、まあ、それをするのにどうしたらいいか。で、まあ、一つのアイデアとしては、まあ、こういうふうにですね、それぞれこう分けてしまって、そうするとですね、もしこれがここが壊れれば、きっとこいつのメモリを使っているここら辺が問題であって、こいつはおそらく無関係だとか、そういうふうなところの当たりがつくわけですよね。で、これはですね、呼び出し側も直接変えることができるならば、その、M スペースクリエイトっていうので、このいくつかの領域を作って、そうすると、そのディスクプリーターみたいなものが、ポインターがもらえるので、そのディスクプリーターを使って、M スペースマロックっていうことによって、それぞれ別々の領域でマロックを作れているわけです。まあ、組み出し側の書き換えるのはそういうするわけでいいわけなんですけど、まあ、今、デバッグ中なので、このマロックのフックを作って、そのフックの中で、こういうふうに振り分けてやればいい。で、フリーするときも、このフリーのアドレスから、このうちのどの領域のアドレスかってアドレスを見たら、それに合わせて、その M スペースフリーを呼んでやるというふうにやれば、まあ、このラップしたマロックの中で、こういうふうに領域を分割することができると。で、まとめですけど、まあ、もし自前のマロックライブラリを作るとすれば、まあ、glibc を直接書き換えるんじゃなくて、まあ、自分のライブラリを作る方がまあいいですで、メモリを獲得するときにはメモマップのシステムのところを使いましょう。で、マロックフックっていうのは、まあ、使えるんですけども、やっぱスレッドセーフではないのでないし、まあ、デプリケートになっているので、まあ、こっちを使うのではなくて、できればレイジープレイロードとかっていう DLC っていうこの、ダイナミックリンカーの仕組みを使ってフックするのがいいかと思います。というわけで以上になりますけれども、何かコメントとかありますか。はい、どうぞ。いろいろあるんですけど、まずなんだっけ、マロックにサイトゼロにしてルールを返していたのは小林さんが作ったライバリーか、はい、それをベースにした DL マロックがそうだったかっていう。いやいや、私が作ったやつがそうだった。あ、はい、もうだから DL マロックにゼロでそのまま飛ばしていれば何でも入っていってた。あ、うん、そうですね、そう、確かにそういう方法もあったけど、私はなるときはわざわざ自分でなるを、最初のときはわざわざ自分でなるを返していました。ああ、なるほど。あと、なんか最後に出てきたこの M スペースのやつは、そのスペースごとの境界を間違えて踏み越えたら気づいてもらえるようになってるんですか。よく見よう。M ロックでよくミスるのって、自分が取ったサイズ以上のサイズを読み書きして隣を壊して、これ、この領域を作るときには M クリエイトっていうやつで作るんですけど、うん、M クリエイトも確か2種類あって、サイズだけ指定して勝手に取ってもらうっていうパターンと、それからサイズとアドレスを指定してやるパターンがあるんですね、うん、サイズとアドレスを指定する場合には自分で、M マップで領域を取って、でその隣のアドレスは M プロットでライトを禁止するとか、はい、そんな風にするとその踏み越えたのをなんか検出できるんじゃないかと思います。あともう2個ぐらいあるんですけど、なんだ、マルチスレッドで、なんかフックって、ローカル変数を使ってたやつ
要はプリントFが MR6 の中で呼ぶから問題だという話だったと思うんですけど、こっちですね、はいはい、で、まあ、そのプログラムで調べてないか分からないけど、例えば S プリントを使えば問題ないとかいうのはある、いや多分なんかそのもうあの IO のところではなくて、その文字列を扱うところできっと多分中間バッファーとして使ってるんだと思うので、スプリントFでも同じじゃないですか。スプリントFも MR6 を使ってるであろうと、はいはい、いや、いつも使ってるわけじゃなくて、多分パターンによって違うかもしれないです。既存のものもなんかいくつか世の中にあるじゃないですか。例えばエレクトリックフェンスとか、そういうなんかフリーロードで、まあ、ロックをデバッグする目的の既存ライブラリがいくつか世の中にもあると思うんですけど、その辺は何か見たりしてますか？はい、あんまり見てなくて、実はですね、この対象として、実はまあこれは実際に、実際に問題があって、それを追いかけたからこれがあったわけなんですけど、その対象ってやつが、超巨大なプロセスで、で、その手の世の中にあるやつを使うと、大抵メモリが足りなくなって動かなくなるっていう状態で、で、まるだけシンプルに、もうそこだけをやるようなものをもう使うしか方法がなかったんですね。なので、自前のものを、まあ、作るようにしました。確かにバルグラインドとかっていうの中にあって、それはものすごく強力らしいんですけど、でもあれもメモリーをたくさん使うんで、そもそもメモリーをギリギリで動いてる状態だと使えないんですね。まあそうですね。はい、あと、だからあれがほとんど VM みたいなものなので、ものすごい大きい、遅い。遅くなるという。そう、非常に遅いので、特にタイミングの問題で出るようなメモリーリークとかは、タイミングが変わっちゃって出なかったりする、うんうん。そうですね。そう、速度に関してはやっぱり問題で、このマルクフリーってものすごく回数呼ばれるんですよ。なのでログを出すだけでもものすごく速度が落ちてしまって、そのなんか操作性に関するところだと全然こうデバッグにならないぐらい速度が遅くなっちゃいそうとかあるので、そのだからスピードを低下をなるべくさせずに、でなおかつこのデバッグに重要そうな情報だけ残したとかっていうわけで、結局それで場面場面に違うんで、いろいろその度ごとにちょっとずつ書き換えたりするわけですね、この辺のデバッグのライブラリ。だから汎用品だと結局でかすぎるだとか、そういう問題でなかなかそのままでは使えないんで、結局場面場面に合わせて何かしらする。だから結局自前のデバッグライブラリを作って使うという感じになってるかなと。分かるでしょ。よろしいですか。じゃあ、以上で私の発表を終わります。どうもありがとうございました。